はい。ブルーオーシャンオフィス、カードです。30日動画チャレンジ、17日目、4月17日、金曜日。えー、残りね、1日間頑張ります。はい、えー。昨日ですね、4月16日なんですけれども、えー、安倍総理のね、発表がありまして、はい7都府県以外のね、えー、全国で緊急事態宣言が発令されました。はい。 でこの緊急事態宣言を受けまして、全国、ね、各地の美容室さんの中でも、これから、ね、休業を決めたお店も報告,報,告を報告をいただいております。はい、で中には、ね、営業するというふうに決めたお店もあると思います。でこちらに関しましては、ねあの、休業することがいいのか、営業するのがいいのかというのはね、 あのそれぞれの経営者の方々の判断かと思いますが、えー、やはりですね、大切なことは、えー、まずね、どちらを選んだとしてもまず皆さんのね、えー、体ご家族のお体の、えー、健康それからスタッフさんの健康ですねまず第一優先に考えていただければと思いますはい、えー、それからですね、えーま、休業するにしても営業されるにしても皆さんのね、大切なお客様に対して し、えー、しっかりと、ね、告知をしていく、はい、で、えー、それがね漏れなく、まあ、DM だけではなくウェブでもホームページでも LINE でもですねいろんなところで、えー、しっかりと情報提供していくことが大事じゃないかと思います、はい、で特に、まあ、休業されてるお店に関しましてはね、あのー、お客様との接点がまるまるね何週間とか、えー、1ヶ月とか取れない方もいらっしゃると思いますので。 えー、やっぱりね、より一層心がけて、はい、お客様との関係性づくりをね、えー、行っていってほしいと思います。はい、それからもう1点、えー、営業されているお店に関しましては、えー、昨年に対して売り上げがね、20%、30%、中には50%も下がってしまっているお店もあると思います。はい、い大変な、ね、状況かかと思いますけれれども、えー、これからね、えー 売上を作っていくために何を取り組んでいたらいいのか、うん、で学びをね止めずにはい、えー、どんどんね前進してい、えー、ってほしいと思います私もね他人事じゃありませんので、えー、皆さんとともに、えー、勇気を出してね前進していきたいと思いますので一緒に頑張っていきましょう、はい、ではですね今日のお話に入る前に、えー、皆さんにね今日お一つお願いがございまして えー、お話をさせていただきたいと思います。えー、実はですね、昨日の配信で、えー、夜遅くにですね配信が届いてしまった方もいたと思いますので、まずそちらはね、えー、失礼いたしました。えーまあ、実は昨日から、えー、月間制限がで1万5万五千通というのがあったんですけれども、そちらをね、えー、超えたところで、えーまあ、1通5円にねこれから配信が変わっていくわけなんですけれども、 はいまあ、その手続きを、ねえー、行ったんですが、なかなかです、ね、それがうまくいってなかったみたいで、なんか遅れた方と遅れなかった方が、ね、いらっしゃったみたいだったんですね。はいでえー、遅れてなかった方がです、ね、何百件もありまして、えー、その方にです、ねえー、気づいた時から、まあ、夜9時ぐらいですからね、9時ぐらいから12時ぐらいまで、一、えー、件一、ね、か配信をしまして、はい、最後、残りの1件が、 えー、11時59分に送り終わるというね。まあ、間に合ってですね。あの、約束を守れたと <laughs>、えー、いうことだわけなんですけれども、まあ、今ですね、ありがたいことにですね、ご紹介の方も増えまして、えー、この動画をですね、毎日1000人以上の方に配信しています。はい。そうすると、だいたいですね、1日の送信、私ね、送信1000件するのに、まあ、1、え、つ、ー、5円ですからね、まあ、5000円かかって、まあ、残りだいたい 14日ありますので、まあ、7万円ぐらいかな、7、8万円ぐらいはかかるのかなというふうに思います。でただ、あのーまあ、皆さんもねお忙しいと思いますので、お仕事もありますし、えー、その他のこともあると思うので、えーまあ、毎日ね見てない方もいらっしゃると思うんですね。はい、で視聴回数、ね、YouTube ですので、視聴回数が出てきますのでね、そうすると、あ 送ってる割にはなあまり見られてないんだなみたいなところもあるんですね。はい。ですので、えーまあ、今回ですね、まあ、ちょっとあのこれから14日間毎日配信するとお金もね、かなりかかってしまいますので、えー、3日に1回、この LINE を配信したいと思います。3日に1回。で、今からですと、4月17、20、23、26、29ということで、えー、3日に1回ね、 えー、配信をしていきたいと思います。はいえー、配信するときに、えー、3, 3日分の、ね、動画をお届けしよう方もいます。はいでえー、毎日です、ね、動画の方をご視聴いただける方に関しましては、えー、YouTube の方には、ね、毎日アップロードしておりますので、はいえー、YouTube の方にです、ね、チャンネル登録の方をお願いしたいと思います。えー、そちらから、はい、ご視聴いただけるようになると思いますので、よろしくお願いいたします。 はいまあ、YouTube の登録ができない方、ねえー、まず you の、ね、YouTube のアカウントを取る、それから、えー、チャンネル登録をするという作業が必要なんですけども、はいまあ、ここで、ねえー、新しい取り組みのチャレンジになりますので、できない方は、ねえー、お客様ですとか、ご家族ですとか、周りの方に聞いてみて、YouTube の、ね、チャンネル登録を一回これでチャレンジしてみるというのも、ねえー、よろしいかと思いますので。 ぜひともね、よろしくお願いいたします。はい。LINE の配信はね、あのー、3日に1回になりますけども、私も毎日残りね、えー、1日1本ちゃんと動画撮っていきますので、はい。えー、ぜひね、えー、1日1回見ていただいて、えー、お見逃しなく、えーね、学んでいただければなと思います。はい。ではですね、えー、今日のご質問に答えていきたいと思います。 はい、えー。今日はですね、えー、何名か同じようなご質問が来ておりますので、はい。そちらについてお話をしていきますけれども、えっ、ー、と、まずですね、はい、えー。ニックネームやすさんですね。はい、こんばんは。社長が非常事態宣言で休業する方向なんですが、給料はちゃんと出すから、気にしなくていいからと言われてるんですが、こういう時だからこそ、お店のためにできることはありますか といういご質問でしたおお素晴らしいですね、これスタッフさんかな、うん、お店は、ね、休業する方向なんですけどもお、スタッフさん自ら何かできることないですかと、えー、いいことでした、はい、えー、それからですね、えー、ニックネーム、アダシューさんですね、アダシューさん、はいえー、上司から紹介していただいて、川田さんの動画を拝見させてもらってます。 え、とても落ち込んでいたので、すこぶる勇気をもらいました。ありがとうございます。えー、相談なのですが、僕は100名の社員をかか、えー、超える会社のマネージャーをしています。おー。お大きい会社なんですね。うん。えー、なんとかこの情、危機的状況を乗り越えて社員を守りたいと考えています。はい。そのため、いつ終わるかわからないこの状況なので、えー、どうしたら行ったらいいのか。 ぜひアドバイスをいただきたいですと。はい、いうことでした。はい、それから、えー、ニックネーム、除菌さんですね。はい、えー、とうとう病室からの感染も出ましたね。えー、こんなに一生懸命消毒、除菌、心がけているのに残念です。えー、このまま、このまま、このままできることを頑張っていたらいいですかというね、えー、ご質問でした。はい。 えー、今のですね、まあ、同じような質問も他に来てますので、まあ、こちらにですね、えー、まあ、答えていきたいと思うんですけれども、はい。えー、まず、取り組むべきことは、ここにも書いてあります、えー、3つのね、えー、まずは現金確保をすること、はい、それから経費削減すること、はい、で、えー、3つ目がね、売上を上げていくと。はい。えー、この3つなんですけれども、 この1番に関してはね、えー、前回の動画、ボリューム14でお話ししております。ね、こちらぜひ参考にください、えー。経費削減に関しましては、えー、ボリューム16でね、えーご、ご紹介してますので、そちらをね、ご,そご参照いただければと思います。で、えー、今日はですね、この3番の売上を上げるというところについてお話をしたいと思いますけれども、はい、まずこちらをね、ご覧いただきますと、 頭文字がね、DDO とね、書いてあると思います。はい。こちら何かと言いますと、まず D というのはね、ディフェンスの D です。はい。O というのがオフェンスの O になります。で、今ですね、売り上げが、まあ、このコロナの状況で、えー、だいぶね、状況が変わってきて、経営の状況も変わってきて、悪いところだとね、作態やっぱり半分ぐらい。 で大体通常の20%から30%を落ち込んでいるという水店がかなり増えていると思います。これは東京だけではなく、うーね、安倍総理の全国で緊急事態宣言が出たことで、えー、一斉にね、人の動きが変わりますから、えー、他人事ではないわけですね。はい、でそうなった時に、まに、あ、この1番と2番に関しては、ディフェンスになります。はい まず現金を確保する。それから、えー、経費を削減する。これはディフェンスのね、考え方ですね。はい。まあ、スポーツでも何でもそうなんですけども、ね、攻めと守りがありますよね。攻めと守りがありますね。野球に関しましても、しっかりね、守備を守れるチームは強いわけですし、えー、他のスポーツでもそうです。バスケットボールでも、サッカーでも、何事もね、ディフェンスが強くないと、なかなかね、試合には勝てません。 例えば、野球でね、考えていただくと、皆さん分かりやすいと思うんですけども、点を取ら,な取られなければ、まずね、負けることはないですよね。はい。これが、まあ、守備、ディフェンスになるわけです。はい。ただ、ディフェンスばっかり、守備ばっかり守って、0点になっても、今度、点数が取れなければ、攻撃、要はオフェンスができなければ、試合には勝てません。 はい。ですので、私たちね、こう、経営に関しましても、ディフェンスとオフェンスのね、これ、両方のバランスが必要になってきます。守りと攻めですね。はい。で、ここの攻めというのが、まあ、実際にはね、こう、売り上げを上げる。はい。利益を高めていくと。こういったところがね、えー、お店のオフェンスになってくるわけですね。はい。 で、私のね、セミナーをもう何度もお受けている方もいらっしゃると思いますけども、そういう方はね、あの復習になるかと思いますが、初めての方はね、あの、売上ってじゃあどうやって上げていったらいいのどうやって売上を作っていったらいいのというのはね、あの、わからない方もいると思います。はい。じゃあ売上っていうのはどういうふうに構成されているのかなはい。で、その、そのためには何を取り組んでいったらいいのかなはい。で、しかも、 じゃあ、どれから自分は取り組んでいったらいいのかなって、順番がわからない。これもね、よくご相談いただく話なんですね。はい。ですので、えー、今回は、はい、えー、売上げのメカニズム。売上げのメカニズムですね。売上げっていうのは、どのように構成されていって、売上げが作られているのかっていうのをね、お話をしていきたいと思います。 はい。では、まず、売り上げのね、メカニズムというところをお話をしていきたいと思います。売り上げって、じゃあどうやって構成されてるのはい。そうすると、はい。まあ、わかりやすくですね、まあ、売り上げっていうとですね、こう、月ではなくて、まあ、年間のね、年間の売り上げで考えてみていただきたいと思いますけども、じゃあ、皆さんのお店のね、年少というのは、何かと何かと何かの掛け算で、 数字がね、出てくるわけですね。はい。まず、何と何と何の掛け算で年商が出てくるかっていうのを、ぜひね、皆さんちょっと考えてみてください。はい。どうでしたかわかりましたかえー、復習の方はね、さらっとかけだと思いますよ。はい。えー、燃というのは、この3つの掛け算で出来上がります。えー、送客数、客単価、 平均来店回数で。この3つの掛け算で出てきますね。はい。で、送客数っていうのは分かりやすく言うと、まあ、この1年間で動いた稼働カルテのことになります。稼働カルテ。稼働しているカルテですね。1年間で稼働したカルテの枚数。何人の方が来てくれたのかなというのがこの送客数になります。はい。で、この真ん中の客単価っていうのは、えー、皆さんのお平均のお客様の客単価になります。 平均の客単価。で、一番こちらの右側にありますのが、平均の来店回数になります。年間1回の方もいれば、12回の方もいます。はい。平均して、お客様が年間何回来てくれたのかという、この平均来店回数になるわけですね。はい。では、例えば、ね、この、お二人で、ご夫婦お二人で経営しているお店があったとしますね。 はい。そうすると、送客数。何人のお客様に昨年1年間ね、支えられたのか。はい。送客数、動いているカルテが500万円あったとします。500人のお客様。で、平均客単価はまあ全国7000円ぐらいとしたら、7000円だとしますね。はい。で、その方の500人の平均来店回数が年間4回来ているはい。そうすると、これを掛け算すると、 そのお店のね、年賞が出てくるわけですね。まず何人の方が通ってくれている。平均7000円使ってくれている。その方々が平均何回通ってくれている。はい。これを掛け算すると、いくらになりますか ?1400 万ですね。はい。このお店の年賞が1400万という形になります。はい。これはあくまでもね、売上ですからね。 ここから家賃も払いますし、えー、材料費も払いますし、自分たちのお給料も払うわけですからね。これが、まるまるの利益じゃないですよ。売上げになりますね。はい。で、えー、じゃあ、仮にですね、この売上げを2800万にするためにはどうしたらいいでしょうかはい。シンキングタイムです。シンキングタイム。 1,400万を2,800万にする。どうしたらいいですかはい、ちょっと考えてみてください。はい、どうでしたか ?2 人のまんまですよ。スタッフさんが2人のまんま売り上げを倍にするとしたらですよ、はい。どっかだけ、どっか1つだけの項目を上げるのではなく、すべてバランスをね取って上げていくことで、 売り上げがね、2倍に変わっちゃうわけですよ。はい。客数が500人が630人。はい。客単価が7000円が8820円。来店回数が4回のところを5回に、約5回にすることができれば、売り上げというのは、皆さんの売り上げいうのは2倍になっちゃうわけです。はい。2倍にしようって言ってるわけじゃないですよ。 まずこの売り上げのメカニズム。どういう風に売り上げというのは出来上がっているのか。お客様の数と単価と、お客様の来店の回数を掛け合わせることによって、売り上げが作れるということなんですね。はい。だから、えー、今の現状で、多分多くの経営者の方々ね、売り上げ下がった。どうしよう。うん、じゃあ新規集客しよう。 新規予防、新規予防。はい。じゃあ、ブログやろう、インスタやろう。ホットペーパーのランク上げよう。じゃあ、それによってどこを上げようとしてるの、ね、送客数を上げようとしてるんですか新規集客数を上げようとしてるんですか何を上げようとしてるんですか目的は何のためなんですか 新規を読めば売り上げが上がるわけじゃないんですよ。すごく重要なポイントなんですね、これが。はい。仮に新規だけをやったところで客単価が上がらない。ね。来店回数が増えない。これでは一向に売り上げっていうのは大きく変化はしていきません。例えばね、客数が増えたとします。 新規集客をやって既存のお客様になっていただいて固定客になって客数が増えたとします。でもお客様を呼ぶのに値引きをした。はい。で、客単価が下がってしまいました。10%。7000円の単価が10%下がって6300円になってしまいました。それから来店回数が4回から3回になってしまいました。今回のお客様の動きによって来店の周期が伸びてしまいますよね。 はい。今まで月に1回に来てた人が2ヶ月に1回になってしまうとか。はい。そうすると、お客様の数は増えてるのに、単価と来店頻度が下がるだけで燃焼というのはなんと、1200万になってしまうんです。これね、約15%売ン上売が落ちてるわけですよ。はい。で、今、いいですか このコロナの状況で、客数が増えるってのはどうですかね、皆さんね。うん。ちょっと考えにくいですよね。はい。仮にお客様の数が変わんなかったとします。もしお客様の数がね、500人いたお客様が変わらない人が来てくれた。増えなかったけど変わらなかった。でも単価が減った、来年頻度が伸びた。そうすることによって、 これ合計すると年賞が945万です。1400万あった年賞が約,ですよ約40%ダウンしています、はい。仮にお客様の数も減ってしまった、客単価も下がってしまった、来店回数も下がってしまった、こういう状況になると、 1400万あった数字が850万になっていく。約41%の売上ダウンになります。いいですかお客様が来ないから売上が下がるのではなくて、トータル3つのバランスなんですね。はい。売上が上がっていくとも、すべての項目を上げていくから売上が掛け算になって上がってくるわけです。 客数を上げていく、客単価を上げていく、来店頻度を高めていく、この3つの項目をそれぞれ上げていく。これで売り上げというのは大きく跳ね返ってきます。ところが逆に、すべての項目がどんどんどんと落ちた場合、大きな数字が減少してしまうんですね。はい。で、今特にこのコロナの影響で、いいですかまず、 今年1年間、昨年に比べてね、はい。どういうところが変化していくんだろうと。何を対処しなければいけないんだろうと。はい。その辺を次回のね、えー、動画でお話をしたいと思います。はい。何から取り組めばいいのどんなことを取り組めばいいのはい。その辺をですね、次回お話ししたいと思います。はい。えー、ということで、えー、今回ですね、 あの、売上を上げていくためにはね、えー、どうしたらいいのかという話の前に、まずメカニズムをね、えー、お話しさせていただきました。はい。えー、次回はね、はい、そのじゃあ、もうちょっと売上を伸ばすためには何を、どんな順番で取り組んでいったらいいのかというのをね、お話をしていきたいと思います。はい、えー、先ほども言いましたが、ね、LINE の配信は3日に1回になりますので、えー、ぜひですね、 あの毎日動画の方をご覧になりたい方は申し訳ないんですけどもチャンネル登録の方をぜひねお願いしたいと思いますはい、えー、合わせてねこちらもお待ちしてますからねよろしくお願いいたしますはい、えー、質問たくさんからねいただいております、えー、皆さんからのご質問もまだまだお待ちしております、えー、お悩みのねお友達がいらっしゃいましたらぜひこちらの動画を教えてあげてくださいねはい ではまた明日元気にお会いしましょう。川田でした。